まあ、スポーツの中における社会貢献、そしてアートの中における福祉的な世界、この分野を互いに、作家協会と東京芸大が、手を結んで、より、様々な事業を展開していこうというものになります。まあ、世界の中でいろんな国があり言語がありますけれども、スポーツとアート、まあ、言語を、超えて、それぞれの魅力を発信していけれる領域のものだと思っております。JFA と東京芸大が、まあ、改めて連携することによって、これからのですね、多様性、含めたいろんな社会の中での展開をしていく起点にしていきたいと思っております。日本サッカー協会はサッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献すると理念に掲げています。多くの自治体、企業、団体、そして国内外の多くのサッカーファミリーの皆さんのサポートを得て、さまざまな活動を行っています。 JFA 心のプロジェクトやリスペクトプロジェクト、グリーンプロジェクト、キッズ巡回指導、復興支援、アジア貢献などです。そういった活動を可視化して社会に発信するために、この度東京芸術大学とサッカーと芸術を通じた社会貢献活動の推進に関連する連携及び協力に関する本協定を締結することになりました。この協定によって JFA の活動が映像を通じて世の中に広く発信されるとともに、東京芸大の学生の皆さんに JFA の社会貢献活動に参画していただくなど、さまざまな共同事業を展開できることを期待しています。東京芸術大学は昨年度、創立130周年を迎えました。伝統を守りつつ、常に、新しいものとの出会いを求めて、芸術の持つ力っていうのを、できるだけ人々から見える形で、評価していただきたいという思いが、年々強くなっております。そういった中で、美術学部長でもある、日比野先生が、サッカー協会に、社会貢献委員長としていらっしゃるという、そういったこともありまして、日比野さんが今、掲げている芸術と福祉との取り組みという点で、芸大の新しい流れができておりますので、そういったところで、今回、日本サッカー協会との連携が、非常に生きたものになって、お互いの活動に、素晴らしい、有益なものになるというふうに感じております。